いや、吉田ストラテジックゲーム、スタートー。Hello everyone! あ、いやいや、吉野、よろしく。さあ、ということで、2週間前にですね、こちらの Nissan GT-R Nismo GT3 東海テーマバージョンでね、デイリーデイズ B のドラゴントレールシーサイドから、そして2週間後、まあ、今に至りますね。実はですね、ウマ娘2期には、東海帝王だけが主人公ではなく、もう一人主人公がいるということなのですよ。もう放送終了している際ですので、もう皆さん、どころかウマ娘の2期を見ている方なら知っているかと思いますが、今日はですね、そちらをですね、呼んでと言いますか、まあ、ディバディエディターで作ってみました。それがこちらです。はい、こちらはですね、メジロ・マックイーン。こちらはですね、レクサス RCF GT3 ディバディエディターで作ってみました。いやー、前々から本当に作り方だったかったのですが、まあ、こちらがですね、メジロ・マックイーン。まあ、自分、マックイーンちゃっていうふうに呼んであるのですが、まあ、メジロ・マックイーンというこの彼女はですね、メジロ家の令嬢で、チームスピカの一員でもあって、馬娘2期の主人公格として、代役を務めてあげてると。まあ、東海帝王ちゃんと同じように。というわけでですね、まあ、前の動画で、ザ・ファースト・テイクのチャレンジの際に、まあ、いい結果を残せなかった、その敵討ちとして、今回メジロ・マックイーンちゃんにはもうスパ・フラッグ殺したんで、まあ、1位を、取っておきたいというわけでですね、今回スパ・フラッグ殺したんで、RCF GT3 メジロ・マックイーンバージョンで、挑戦していきたいと思います。では早速レーススタート。1戦目やっていきましょうか。さあ、メジロ・マクイーンちゃんはどうなんだろうな、好調か絶好調の間ぐらいかと思いますが、さあ、初めての出走でございます。さあ、メジロ・マクイーンちゃん、いくぞ、スタート。さあ、RCF はですね、氷川さやさんと同じような形で踏んでいけるコーナリングとして活躍できる車ですので、できれば踏んでいけるところまで攻めていきたい。無類のステイヤーの実力を 見せてやれるところが、まあ、自分のプレーの腕によりますか。ああ、やっちゃった。やっちまった。なんでこんな時に最初からペナルティ あそこ、これでもこうペナルティなるのか。全すぎちゃったらダメみたいだな。無理突っ込みすぎたらダメみたいな形だな。譲れない。ここは譲れない。行くぞ。うん、しまったな。あー、ディアが流れてしまった。まずい。
さあ2周目突入。さあ行くぞ。ですが、ここで降ろされてしまうか。大丈夫、この先からペナルティー受けなければ良いのですが。せめて6位止まれば行きたい。ん、相手が乱れたか。その前の選手がペナルティを受けてしまい、いやー、乱戦途中で抜かしておきたいな。この RCF はやはりコーナーリングが上手な割にリアが流れやすいという性質を持つのですよ。ですので、リアが流れないようにブレーキングしっかりしないとリアが流れて完全にコースアウトしてしまいますので、パッドでの操作の場合だとR2 で調整する必要がありますね。さあ3周目、今のところいい形で伸びてきてはいるものの、いけるかな。そしてよく曲がります。これいくぞ。6までの差だとプラスコンマ1分8。これは7番手を守りきる。ここまで来たらそうするしかないな。後半のところ多少巻き返しましたかな。これはまあまあな結果とも言えますが、まだこれじゃ足りないね。フィニッシュ。まだまだこれじゃ、これでは足りませんね。でしたが、まあまあ上出来ってところですか。まあコースアウト
ショートカットとペナルティは仕方なかったものの、結果は7位でしたが、次のレースでは上位に上がっていきたいところ。ただ追い抜き開始はありましたので、良かったんじゃないかと思います。大勢ありがとうございます。2戦目レッツスタートでございます。さあマックイちゃん、今回の2戦目の調子はどうか、いざ行ってまいりますわってマックイちゃん風に言いましたから。さあスタート。ここはもう止まってディアが流れないようにしていきたいところ。ただ相手との距離が遠いの で、そして相手の一番手が GR セペラとなっておりまして、ですがここでペナルティを受けてしまった。1戦目の時と同じような形だ、これの場合ですと。あとは自分がここで見せられなければ勝てそう。ここは慎重に差を離していきながら、無類のセイヤーの底力を思い知らせてやりたいところです。抜かされてしまったか。しかしここでまだですよ。待ってろ、すぐ追いついてやるから。ここちょっと小さくしてって、でここでアクセルを踏んでいくと、そのまま2周目に入る。追いつけ。一周目抜かされないようにインから行こうと思っておりましたが、さすがにインからじゃどこにも通用しませんので、ここで行くしかないと。今のは完全に危なかった。RCF はディアが流れ、多少流れ、ちょっとだけ流れやすいですので、相手とのフロントに当たった瞬間にスピンさしてしまう可能性がありますので、ぶつからずに攻めていきたいところ。いけるなら攻めに行きたいですよね。まずい。やっちゃったかなこれ。ですがまだ大丈夫。
いや、抑えられてきてはいるものだな。抑えろ。まずい。ちゃんと止まってるからね。じゃ止まって、3周目。残念ながらここはクロスラインだよ。さあ行くぞ。後ろとの差は、マイナスコンマ4秒でちょっと近いですので、スリップストリームに入れる領域といったところですね。相手がちょっと危ない危ない。抑えとまではいかないか。負けるのだけはごめんだ。用意のままで下ろされるのはごめんだ。さすがに。せいやの力見せておきたいところだが、アウト側に膨らんだ。ここでイン側に立つ。抑えろ。よしよしよし。順位何も変わってないやんけって。ですが、4番手からなんと、まあ、元の順位に戻れただけありがたいです。いやー、よかった。まあ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 ですね。拍手ちょっとだけ入れておきましょうか。巻き返すことがちゃんとできたみたいですので、巻き返すことが。はい、結果は10位は、変わらず3位でしたが、3周目でよく巻き返せたなって思っております。再生ありがとうございます。今度こそ1位を狙う3戦目、レッツスタートです。さあ、相手の方は AMG と GR スープラ、 GR スープラ直線型ですので追いつけるか分かりません。ですが勝ちます。スタートです。3度目の正直どうか。相手がミスするが、ここを打ちつけるかわからないけれども、コーナーリングで差を縮めていくしかない。やばいかな。
ちょっと待って、アウトに膨らんでしまった。くっ、やばい、まずい。一気に遠くなりやがった。ですが、ここで諦めない。曲がるか。大丈夫、ここはもうきちんと曲がれますね。ディアが流れない限り。全力でスピード出していくか。ん？相手ちょっとミスってないか、これ。相手なんかスピードとかしたか。ラップ2周目。まあ、それはともかく、2周目。相手先頭に立てるうちに自分が攻めに行きたいぐらい。もう勢い任せに行くしかない。あーやべえ、やっちゃった。今のこれやっちゃったろ、これ。いや、やってない。今左側のねえ、ディアタイヤに見えたんですよ、あの遠赤にはみ出しているところで、下がここは防いだと。いや、戻りたい。なんとかしよう、戻りたい。奪い返しに行く。ここ以来で自分の技術とマックインちゃんの力で巻き返しに行きたい。ちょっと何してくれてんだ、あのポルシェ。く、負けらんねえ、負けらんねえ。追いつけ、追いつけ。耐えた、ギリ耐えたが大丈夫。戦闘がなんかペナルティの嵐みたいになってるな。いや、ペナルティだけではなくアクシデントの嵐になっているのかな、これは。
なんとか追いついていきたいところ。運命の、RCF の底力を思い知らせてやるぜ。届け届け、遥か彼方へ。どうだ。やった、ありがとう。完璧すぎるだな、これ。完璧すぎだ。これは見事な走りをした。いいぞ、マクイちゃん。よし、やった、やっと自分の波が来ましたね。やっとアイムビッグウェーブが来ましたね。アイムビッグウェーブという意味は自分の波が来ましたねっていうことで、というわけですが2位でございます。まさかここで巻き返せるとは思いませんでした。対戦ありがとうございました。これが最終決戦、ポジションはなんと1番手でございます。いやー、マックイーちゃんがポジションを立てたことを光栄に思っております。絶対に無駄にしません。もう完全燃焼で頑張ります。ここまで来たらもう完全燃焼で頑張らないと。運が想定の心を、マックイーちゃんの笑顔を話してやるぜ。スタート、絶対守りきる。自分のスピードについてこれるかな。これはジブとテイオちゃんのコンビも最高ですけど、マクイーちゃんとのコンビも負けていませんよ。それを証明しましょう。もうここまで来たら勝つしかない。守りきる。なべトムがペナルティーなしにしてくれ。ここはもう勝ちたいんだ、絶対に。
後ろはまだ大丈夫。2周目突入です。ここまで来たら絶対にミスれない。完璧なコーナーリング、良いぞ。いい形で差を離していった。いいぞ。マイナスコンマ3秒3か、3秒3も離れたら絶対にこっちの勝ちに入れておきたいところですが、ここまで来たら油断はできませんか。ら、またもうミスりなしで守りきるしかない。頼む、マクイちゃん頑張ってくれ、こらえてくれ。 RCF、そしてこらえろ、俺の体力体力にも差が、体力にもゲームやってるだけです。もう体力ちょっぴりとだけですが減れますからね。その間に決めておきたい。さあここで決着をつける。3周目ファイナルラップ、絶対マクイちゃんと俺のコンビで絶対に勝つんだ。ここまで来たらペナルティーもさすがになしでしょう。でしたら、ここまで差が離れているなら、これ勝ったわって思ってるじゃないですか、初心者の場合ですと。しかし上級者、多分自分の個人の場合ですと、1位立ったからってだけではなく、その後ミスる可能性だってありますので、気を許してたらですね、のでまだわからないといったところでしょうか。もうアクシデントやスピンして起きてしまったらもうそこで G エンドですので、まだ気は抜けません。もうさ離れているから、もうこの時点ではもうこれはもらったのではないかな。これはまあ上がって、綺麗に曲がって、よっしゃありがとう、やったー素晴らしい安定の位置、守りきりましたよっしゃーウェイナンバーワンの座を
かけて1位取ることができました。よし、お見事。今年で31勝目です。ポールポジションクリアです。と2連続オールオッケーでございます。いや、マクイちゃんありがとうございます。大勢ありがとうございました。はい、RCF GT3 メジロマックイーンバージョンでの、デイリーレース B のスパフランコロシアンにてね、やっていきました。いや、挑戦の嵐、もう計4戦目ぐらいやりましたね。1戦目は7位だったものの、2戦目3戦目からですね、2戦目ぐらいが3位で、3戦目が2位で、そして最終決戦でね、もう1位ですよ。もう3-2-1も上がってっていきましたね。もう中盤じゃんっていう形ですが、いや、マクイちゃんで取れたこと光栄に思います。いやー、とても嬉しいです。はい、というわけで、この動画がもしよければチャンネル登録、グッドボタンチェックよろしくお願いいたします。その他 Twitter、Instagram、Facebook やっておりますので、そちらからもぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。フォローね、ぜひお待ちしております。それではまた次のステージでお会いしましょう。 See you again till on the next stage. See you. マクイちゃん最高です。いや、よしどすてちえがけます。 Thank you.